Mac OS 9はアップルのクラシック Mac OS の9番が目にして最後にメジャーリリースされたオペレーションシステム。1999年10月23日に発表されアップルによってこれまでで最高のインターネットオペレーティングシステムとして売り出されシャーロック2のインターネット検索機能アップルの無料オンラインサービスイツールズオープントランスポートの 改良が含まれている。しかし、MacOS 9では、メモリ保護や、プリエンプティブマルチタスクを書いたままであり、自動ソフトウェア更新とマルチユーザーへの疑似対応などの従来からの改良に止まる。アップルは、予定通り、MacOS 9を2001年に開発終了し、すべての開発を MacOS 10へ移行した。よって、 最後の MacOS9.2 にアップデートリリース以降の更新はない。最終更新では、クラシック環境とカーボンアプリケーションの互換性改善が行われた。2002年の WWDC では、スティーブ・ジョブズによる基調講演で、MacOS9 の葬儀パフォーマンスが行われた。アップルは MacOS9 に50の新機能を追加。 クイックタイムのようなメタリックな外観を導入し、様々なオンラインリソースを検索するためのチャンネル機能を導入したシャーロック2を中心に紹介した。MacOS 9はイ、e、t o o l s として知られるインターネットサービススイートを統合的にサポートし、オープントランスポート2.5で TCP、IP 機能を改善した。 Mac OS 9のその他の新機能10.5以前の OS 10のパワー PC バージョンには OS 10から Mac OS 9を必要とするアプリケーションとハードウェアを実行できるクラシックと呼ばれる互換レイヤーが含まれている。これは OS 10内のファインダーにアクセスすることなく Mac OS 9を実行することで実現されている。これには クラシック環境を実行できるコンピューターが MacOS9 で起動できることを必要としないが、コンピューターへの MacOS9 のインストールを必要とする。一部の MacOS9 アプリケーションはクラシック環境ではうまく動作しない。これらは画面再描画の問題とパフォーマンスの低下を示している。さらにハードウェアと直接作用するドライバーや、 その他のソフトウェアは正しく機能しない。2002年5月、カリフォルニア州サンノゼで開かれたアップルのワールドワイドデベロッパーズコンファレンスで、スティーブ・ジョブズは、カンオケと共に模擬葬儀を開催し、アップルが MacOS9 の開発を終了したことを発表した。2001年12月に発表された MacOS9.2 が MacOS9 と、 クラシックな MacOS の最後のバージョンとなった。2005年6月、ジョブズは、マッキントッシュのプラットフォームを、Intel X86 マイクロプロセッサーに移行すると発表した。Power PC エミュレーション改装、ロゼッタの開発者文書で X86 ベースの Mac では、MacOS8 よび q 向けに作られたアプリケーションが、実行できないことが、明らかにされた。 OS 10.4の PowerPC バージョンにクラシック環境は残されたが、X86 バージョンではクラシック環境はサポートされなかった。インテルベースの Mac での回避策として、PowerPC エミュレーターのシープシェーバーを使用して、バージョン9.04までの MacOS 9をエミュレートすることができる。シープシェイバーがメモリ管理ユニットをエミュレートしていないため、 9.04より、後のバージョンをエミュレートすることはできない。PowerPC エミュレーターの PowerPook は、MacOS 9をエミュレートしていない。ただし、最近のケムには、MacOS 9および OS 10の PowerPC バージョンのエミュレートが追加されている。MacOS 9は、Apple からは、サポートされていないが、まだいくつかのインターネット業者から、 様々な価格でディテール版を入手することができる。開発が終了しているため現在はアバンダンウェアに分類されているが、ハードウェアの制限で OS10 にアップグレードできないユーザーや OS10 よりも好むユーザーに使用されている。MacOS9 は古いコンピューターを楽しむ人々にも人気のある選択となっている。m a c ゲーマーも OS10 で サポートされてないバグダム、7層、オレゴントレール、シビライゼーション2、マラソンなどのゲームをプレイするために、クラシックやネイティブの OS9 に戻ることもある。MacOS9 は、現在も保守運用されている Apple 製、ハードウェア以外にも、Windows や Unix などの他の環境でも、運用可能である。例えば、前述のシープシェーバーソフトウェアは X86。 プラットフォームで使用するようには設計されておらず、ハイパーバイザーと同様に実行しているマシンに実際の PowerPC プロセッサが存在する必要があった。PowerPC プロセッサのサポートを提供するが、メモリ管理ユニットをエミュレートしていないために MacOS9.04 までしか実行できない。MacOS9 でのアップデートとしては9.049.1。 9.21、9.22がある。MacOS9.04 には主に USB および Firewire に関連するバグ修正の集大成だった。MacOS9.1 では、m a c i n t o s h のファインダーに統合された CD 書き込みサポートが追加され、開いているウィンドウを切り替えるためのファインダーの新しいウィンドウメニューが追加された。MacOS9.2 では、 パフォーマンスが大幅に向上し、クラシック環境のサポートが改善された。一一部の最新の G3 およびほとんどの G4、Mac は MacOS9.1 以上でしか動作しないものと、MacOS9.2 以上でしか動作しないものがある。これは G3Mac の開発後期及び G4Mac の開発中期が MacOS9 の開発期間と重なっており、 G4Mac をサポートしているバージョンのみがそれらの G4Mac と互換性があるように設計されているからで、ある。一一部の最新の G4 及び全ての G5Mac は、MacOS9.2 項のバージョンでのみ動作し、互換性のあるバージョンの MacOS9 が、OS10 環境のクラシック環境でのみ動作させることができないのは、 OS10 時代に開発されたそれらの Mac が直接起動できるように MacOS ROM が更新できなかったからである。ありがとうございます。